丸いペットボトルを立てておいて、その後ろにろうそくを立てて火をつけています。これを正面から息を吹いて、ろうそくの火が消えるかどうかということを確かめてみます。それでは息を吹きかけてみます。はい、このようにろうそくの火が消えました。丸いもの、円柱のような形の場合には流れが後ろに回り込んでいることがわかります。では実験していってみます。ドライヤー、このドライヤーを使って風を吹かせてみます。その後ろの方にあるのはティッシュペーパーを細く切って棒に吊るしてあります。細い棒に吊るしてあるんですが、このティッシュペーパーの動きによって流れがどのように進むかを見てみます。それではドライヤーの風をオンにしてみます。そうするとこのようにティッシュペーパーがたなびいて流れの様子がわかります。これを使って実験をしてみましょう。円柱の後ろの流れがどうなっているか観察してみましょう。ドライヤーで風を吹かせるとこのように円柱の後ろにも風が回り込んで流れていることがわかります。ドライヤーの風は今円柱の正面から当たっています。それではこの円柱を少し左側にずらして、どんな流れになるか調べてみましょう。はい、少し左へずらしますとティッシュペーパーの向きが左の方向に傾いている、つまり流れの方向が左の方向になったことがわかります。それではもう一回中央に戻してみましょう。はい、これでほぼ中央の状態です。それでは次に右方向にずらしてみます。円柱をわずかに右方向にずらすと今度はティッシュペーパーの向きが右方向にたなびいていることがわかります。つまり円柱の後ろの流れは右側の方に回り込んでいるということがわかります。で、このように円柱に流れを当てた場合には多少中心からずれても後ろの方に流れが発生する、それによってろうそくの火が消えるということが確認できました。